新宿、歌舞伎町、日本一の繁華街として知られる眠らない街。そこで今、急成長を見せているホストクラブがある。キャンディーズフィルム。ホスト業界絶対王者グループダンディに属し、年間で1億円以上稼ぐ圧倒的カリスマ、セイヤ代表取締役率いるホストクラブ。今回ついに彼らの YouTube チャンネルが始動。イケメンあり、笑いあり、涙ありのひととき、ぜひご覧いただきたい。はい、始まりました。キャンディーズフィルムチャンネル、今回からこのね、キャンディーズフィルムの YouTube チャンネルがスタートして、ね、皆さんよろしくお願いします。最初の今回企画、まず銀色のハクと黒色のガイでがね、まず司会でお送りします。お願いします。そしてこちらのね、皆さん来てもらった、はい、一人ずつ自己紹介お願いします。役職がボッシングプレイヤーやってます、誠です。よろしくお願いします。好きな、あ、これ下ネタとか OK でした。あ、まあ、いいんですか。大丈夫です。好きなタイは胸バックです。お願いします。はい、止まんないなダメだわ。お前のハートキッチやぞ。どうも銀次です。キチ理由は理由、なんでなんでなんでハートくっかんじゃない。きつい。酒飲みな、酒飲みな。キャストさん、もうちょいちゃんと考えとけばよかったヒロの七瀬東也です。好きな体はスパイダー球場です。お願いします。いや、相手がこうチクチキン。お前の担当切っちゃうぞ。どうも、相手です。お願いします。あんま切らせてるところ見たことない逆に切られてるパターン。やめてやめてやめて。歌舞伎町の水本純平です。セナです。お願いします。好きな体は密着正常位です。はい、みんな話してもらったけど、お前らやっぱたるんでるわ。全員ケツバット。なんで。マジで、声出さないとかマジでないから。今回、キャンディーズフィルムの次世代を担うホストたちが登場。出されたお題の答えをフリップに書いて発表してもらいます。まず一つ目、尊敬している人は誰ですか。最初のお題は尊敬している人。ホストの次世代を担う男たち、彼らが思う尊敬している人とは一体。はい、お前書いてないじゃん一回じゃあ全員ケツ出せ。いや、ハクさん、違う違う、ハクさん、ハクさん見てください。マジでこれは何を言う。違う、もうそういうこと。サボケすぎます。痛い痛い。全然違う違う、これ僕の名前一つもなくない。はい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 、ライアンみたいなのっきりからの、もう一回戦われたい。これ真面目なやつなんですけど、これ俺が本当に初めて憧れた男の先輩で。何がかっこいいんですか。もともとサッカーの先輩やったんですけど、文武両道ももちろん頑張るっていうことを教えてくれた先輩で、本当になんか人生の中でめちゃめちゃ役立つような、めっちゃ真面目な部分を教えてもらった先輩です、マジで。じゃあ、トヤ君にはホストでもっとね、真面目になってもらわないとね。はい。そういう人を目指して頑張ろう。マッスル北村。これ、日本人なら誰もが知ってる。はい。伝説のボディービルダー、ね。お前、ガリガリなのにボディービルダーってどういうこと。エイトバックスからね、俺、脱いだら、本当に。マッスル北村さん。これすごいのが、鍛えすぎて、ちょっとお亡くなりになるんです。ボディーコンテストに向けて、減量しすぎたがゆえに、餓死してしまう。そんくらい自分にストイックなんですよね。こんくらい俺のストイックにやっぱホストやりたいっていう。誠のね、姫様たち、じゃあこいつがストイックじゃなかったら全然怒っていいんで。なんなら僕がケツバットしに行くんで。銀次。フィルムの代表のせいやさん、ロジカルなところとか、ロジカル、結構後輩に教えてるところとか、4ヶ月しか見てないですけど、まあ、それでもやっぱ惹かれるものがついていきたいなって思ったのが結構せいやさんぐらいかな。ビブラートに包んで言って、瀬谷さんへの愛を。はい、マイト。はい、マイト行きまーす。うるせーって言うじゃん、お前。はい、真っ白な気持ちで考えました。僕が一番尊敬してる先輩、まあ、誰かなって考えた時に、本当に一番最初にご飯に連れてってくれたハクさんです。拍手。
俺ら連れてってもらってねえだってよ。そうっすね。そうっすねでもないだろ。連れてってるぞ十分。いつもありがとうございます本当に。いつもありがとうございます。この中でご飯連れてかれてない人誰？手を挙げて。いない？じゃあお前だけあのいいよ大丈夫だよ。じゃあ全員。それであの初めてそのご飯連れてってくださったのがハクさんで、ホスト始めてからすごい緊張してたんですけど、一番緊張ほぐしてくれたっていうのがそれがハクさんだったんで、どういう中身だったか話、なんかあの悩みがあります、相談がありますって言われて、返球日の日にどうしたっつって、でまあ飯連れてこうと思って行って、二人で話したらめちゃくちゃしょうもない話されて、その話5分で終わった。ただこいつ飯食いたかっただけやん。ただ飯食いたかっただけやん。なりたかったっていうね。次セナ、はい、外部上ですね。はい。ああ本当かやめろ。本当か本当か嘘つくなよ、絶対嘘つくなよ。喋ってるとこ見たことないじゃん。セヤさんとガイさんで一緒に迷ったんですけど、まあガイさんだなと思って、まあ、やっぱり僕あの姉がいるんですけど、姉と同い年なんですよ。つばばえ。いや、違う、自分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 十何年分ホストやられてて、もう僕の何倍もお酒飲めるし話せるし、で僕の面倒も一番見てくれて、僕すごいホスト始めた時とかちょっとこうそうそう男が多かったんですけど、いろいろこうカバーしてくださったりして、まあ、一番お世話になってる先輩なんで、やっぱ外部長かなと思いました。以上です。ビブラートに包んで言ったら、ビブラート動画って家で言ってます。おい。ついに始動したフィルムチャンネル、笑いあり涙ありケツバットありの爆笑のひととき。次回もキャンディーズフィルムのホストたちが大暴れ、お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価コメントお願いします、はい、お願いします。